はい12月26日火曜日行かれるスリーメ名の時間ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい本日の出演者は自民党前衆議院議員長尾隆さんです、はい、よろしくお願いしますはいもう一方は元産経新聞論説副委員長佐々木瑠衣さんですよろしくお願いいたしますはいそれでスカイプでタレント千葉玲子さんです玲ちゃんよろしくお願いいたしますはい,いす、はい、じゃあ一番最初パーケンの問題いきましょうね玲、えー、ちゃん一番を読んでください はいえー、パー券疑惑でエース級検事を100人体制地検特捜部の異用全国から招集過去最大自民党派閥の政治資金パーティー権疑惑で政治資金規正法違反容疑による東京地検特捜部の捜査が本格化している <laughs> 全国からエース級検事を含めた応援を集め過去最大級の100人規模で捜査を進めている。 すでに安倍派と二階派の事務所を家宅捜索し国会議員らへの任意聴取が加速しているが全容解明はどこまで進むのかこれどうなんですかね永野さん全容解明ってもちろん知見で聞いてみなきゃわからないことですけどいつまでもダラダラやるとは到うて思えないんでどっかでねふん切りつけなきゃいけないって言うんだけど全く聞こえてきませんか うんまあ、通常国会が始まるまでということできて、まあ、一般論としてただどうもあのスケジュール感的にはすごくあのペースは遅いなとい遅いですよう感じで私も清和会なんで、うん、あの構成員の一人なんで、はい、なかなかちょっとコメントしづらい部分はあるんですけれどまあ要は。 未記載の裏金キックバックのお金が、はいえー、その事務所でどのように処理されていたのかということが相当あの聞かれているという状況で説明がつくところは、えー、まあ収支報告書の訂正作業に入るということになると思います。はいまあ、訂正作業したからいいっていとうことじゃなくて、うん 不記載自体が、あの、法律違反になるので、ま、少なくとも、あの、会計、責任者が、罰金刑、もしくは、ま、何らかの、あの、略式起訴とかいうことになると思うんですね。ただ、説明がつかない場合。はい,はい。はい。これは、じゃあ、どうするんだっていうことと、うん、あと、ちょっと私気になってるのは、僕も派閥に所属して、知らなかったことなんですけど。参議院選挙の年に。 ノルマ分もまるまるキックバックを受けてたっていう部分っていうことになるとその政治資金規正法に加えて政治資金規正法はやっぱり会計責任者とあと共謀が成り立たなければ議員の起訴っていうのはなかなかあのできないということじゃなくてハードルが高いようなですね報道によると。たただキックバッククバ受けた裏金が 説明がつかずに例えば選挙に何らかの形で使われたという話になると今度は公職選挙法の流れになってくるっていうことになるとちょっとだいぶ事情は 変わってくるかななとというところなんですね、うんうん、ただ、まあ、派閥で <laughs>、ね、衆議院議員みんなそれ事前に聞いてたら怒りますよねなんだ参議院議員だけあの丸々キックバックあ,のあるのかと、まあ、それが何、えー、ていうか記載されていようがいまいがされていないということが問題なんですけどされていたとしてもそれはなんか参議院議員の後者だけ ちょっと優遇されてるなっていうそういう話になるんでちょっと僕はその公職選挙法に抵触するような事案がこれからその特捜の捜査によって出てくるのかなというようなそんなちょっと、うんうん、それと学, <noise> 学的にはどうなんですか一応1,000万円以上はっていう一応線引きはされてると言われてるけどもじゃあ額が大きければひょっとしたらまあ逮捕とか立件されるとかそういう。 こ,こに行行くののかかかかないのかってどこかでその浦健太郎元衆前衆議院議員のパターンでいくと、はい、4,000万こ超えた場合で、はい、ご本人確かあの略式で罰金で,で公民権が停止ということになるんで、うん、その政治資金規正法って話になるとなかなかちょっと議員の逮捕っていうことは、うん、一般論として。 あの報道によるとハードルが高いんじゃないかっていうことのようですけど僕はちょっと公職選挙法の方に話が及ぶのがちょっと心配だなと、はい、佐々木さんにまあ同じこと聞くというかちょっと違うこと聞きたいんですけど、はい、僕はその新聞紙面上その連日安倍派が安倍派って書いてるけど。 安倍さんがもう特にいららっしゃというか、えーえー、去年おととし、うん、かもう去年かまだ,、うん、ま,だまだ今年だから去年の年、うんえー、亡くなられた後安倍さんいないという安倍さんの後継者もいないんだったら最低限でも新聞テレビの報道は旧安倍派というふうに言わないと、うんね、いかにも安倍さんがいらっしゃるみたいなイメージでね、うん、私は。 安倍さんの個人的なお名前もそのなんていうのもとしめるというのか意図的にそういうことを書いたり言ったりしてる人もいるかもしれないけどそれは事実関係からすると私はちょっと違うんじゃないかと,と私は思うんだけどまあ正確さは書きますよね。よねで今加藤さんおっしゃられた通りやっぱり死し,して安倍さんの名をねおとしめようとする。 人たちは利用しているっていうのは、私は感じるし、はい、まあ、あの、否定できないんじゃないんでしょうかね。うん、そういうのはあると思います。うん、もうやっぱり違和感感じますのでね、でね聞いて、ね。あと、あの、集団指導体制っていうのがちょっと裏目に出てしまって。ね、あの、責任の所在が、あの、曖昧になると同時に、安倍さんのところに行ってしまうというね。うん、まあ、そういったところは感じますね。だけど、いろんな証言者がいますけど、安倍さんがわずか8ヶ月しか会長やってないけども。うん、なった時には、こういうのはやめろということをね。うん 会計責任者を呼びつけて厳しく言言ったうといい証言が複数すでに出てるじゃないですか、うんうん、逆に安倍さんはそういうことをやめろと言った側なんでしょうとあるいは幹事長の時に現金でそれぞれこれだその何だかって年、うん、渡してたのを全部銀行振り込みしたのも安倍官庁の時だったみたいな証言も既に出てるわけだからそうすると、うん、全部安倍さんがね死にに憎しみなしみたいにしてね。うん もう死んだ人が悪いんだみたいな式であれは卑怯というか本当に性格極,極まりないんじゃないかと僕は割と怒ってるんですけどこの辺は長尾さんどう思いますかいや全くおっしゃる通りで清和会平成権止水会、うんえー、こういう言い方でねちょっと統一してもらいたいなっていうのは常にありますね。そうでじゃあれいちゃん2番をすいませんお願いします。 はいえー、岸田首相、裏金捜査の夜の宴会はしご高級中華報道にネット怒りすべてが他人との自由民主党 <laughs> 政治資金パーティーをめぐる疑惑で自民党の安倍派と二階派の事務所が東京地検特捜部から強制捜査を受けたその夜岸田文雄首相が宴会をしていたと判明。 ネット上には「宴会に参加している場合じゃねえだろう」うなどと怒りや呆れる声が渦巻いた報道各社による首相同棲によると岸田首相は東京・清居町のホテルニューオータニで母校の開成高出身の国会議員や閣僚らで作る英画会の会合に参加高級中国料理店にはしごし地元の広島県議らと会食した。 あのー、僕も <coughs> 総理場の記者やったりとかずいぶん昔ありましたが総理がどういうふうな行動してるかというのはかなり知ってる方なんですよ。で確かに普通であればいろいろはしごしたり何とかってちょっとだけでも顔を出してっていうことは総理もやったりすることはあるからそのこと自体が悪いとは思わないけどしかし強制捜査を受けたその日ですよこれ今書かれてるのは。そういううい時にそのまあ高級かどうかど関係なく そういう縁席をいくつも掛け持ちするっていう感覚は僕にはわからない自粛普通では自粛しましょう今日はぐらい言わないのかと本人何社周りの人が長野さんい,いかがですかあ、それはやっぱり個々の判断、ね、判断です,ねですよねあの、うん、やっぱり年末ですからそれなりに縁席は、うんはい、あの私が議員時代もまあ今もそうですけどもう忘年会は立て続けにありますので、えー まあそそれれは個々の判断とといいううことじゃなででしょうかね,、うん、それでね佐々木さん勝、はい、てて加えて言うとさ、はい、なんか岸田さんがさ安倍派二階派ばっかり集中的にっていうその強制捜査を受けた後私注意してあの岸田総理の表情はもちろん画面上ですよ見てるけどなんとなく方が緩んでるように私は受け取ってるんだけど。うん こういう時にそんな顔がどうしてできるのかと違う派閥と言いながらそんなこと言ったら岸田派だって分からないよって、うん、そうでしょ、うん、5月18日たまたま俺の誕生日だから同じ日だから喜べてるんだけどあれだけ多くの人間その人かなりあれでパッと見た目だけでも中国人があれだけいるということはパー券を買ってきてるわけでしょ。外、うん、外国国人人政治資金規制法にによるとのの寄付はは一切現金されたはずなのに パー券の20万円以下だったら名前出ませんということは、まあ、いわば悪用してさ要するに20万円の献金を受けてるのと同じことじゃないそれが全く何にも影響してませんよ法律には触れてませんよってそんなへりくつが通るのかと私は個人的に思うんだけどどうですかそうです、ね、まさにその今年の5月の派閥のパーティーのことですよね。はい どれだけの外国人、はっきり言えば中国人ですよね。で、あの動画は私見ましたけどね、パッと見だけでもね、まあ、下顔向いたりして、あの面識はないですけどね。百人ぐらいは来てましたよね、ざっとね。だから、ことの本質は、まあ、今裏金の話で、知見が動いてますけれども。やっぱり、そういった、あの、外国人による寄付が、禁止されてるにもかかわらず、パーケに関してはですね、これは、あの。 記載が認められてないんでねあの、はい、違法じゃないんですで金を出してもらってるってことはこれは口,も出させあ、えー、口も出されてしまうということで、ねはいはい、本当は、ね、私はそっちの方が問題だと思うんですけどもね、うん、だからそれが隠れてしまってるんですね今回の知見の捜査によってだからもちろんそれは法改正必要になるかそれはこれからやることだけどそれでもね、うん、やっぱり外国人からあるいは外国人の団体法人からは もらっちゃいけないというふうに書かれているだけど20万円以下のパーケンであれば記載がないから誰でも OK だろうって。 それもおかしいでしょお金もらうことね公明党が昼のニュースをたまたま見てたらその自分たちのあの改革案を出すなんて言ね一月早々にそれでそのパーケンの話は二十万をそれを例えばもっと低くするとか言ってるけど本質的な改革にはならないですねうん、告知に分けるだけの話ですから20万を1万にするとかおまねちだって意味がないですよね一切禁止しない外国人に買ってもらう行為自体を禁止しないとダメですそういうことですよねそ私どもそう思いますさあそれでその 美中派と言われている林官房長官ですレイチャー3番をお願いしますはい、林義政官房長官拉致解決求める地方議会の要請にまさしく同じ思い林義政官房長官兼拉致問題担当省は25日北朝鮮による日本人拉致問題の解決を求める地方議会全国協議会メンバーと首相官邸で面会した

みんながみんなはっきりそう言ってますよ。ということはこれまで一切に法人の拉致被害については何の関心も持たたななかかっでではないかといいとう改善性が非常に高いんですよしかし今官房長官になって拉致問題担当というその職責がくっついてるわけでしょ官房長官にこれは。だとしたらね今まで何も関心もなかったな人がさ突然さ拉致問題で何とかって言ったってさ はあそうですかねっていうち,ょっとちょっと冷ややかにというかね私はちょっとにわかには信じることはできないんですけど長尾さんこれはどうでしょうかいやもうあの担当大臣としてはこういう言い方にしかならないでしょうね。私もその国民大衆会はめ党ああ党内ののあるいは超党派の議連でほぼほぼ 解禁で出席しました、まあだから何なんだって話ですけれども少なくともあの林官房長官のお姿を拝見したことは一度もありませんね。うんうん、でやはりねそのうん拉致問題は我が国の最重要課題の一つだと言いながらですね、はい まあ、安倍さんが総理になった時に拉致問題担当大臣あとは拉致問題の,その本部を政府に作ったと。はい、でもまあ今なんか人権に関することってあの、まあ、細くなっちゃってますよね。大臣にしても結局兼務 じゃないですか、はい、専門職じゃなくて、うんまあ、そのあとも国家公安委員長と、えー、兼務ならまあまだ分かりますけれども、うん、あとはそういえばあの岸田総理が総裁選の時にね、まあ、最初高市総裁候補が私が総裁になったら人権問題担当補佐官を、えー、ポストを作りますと言って後追、まあ、いで、えー、岸田さんもそれを掲げてで中谷元さんを2年間、えー 人権問題担当補佐官に、えー、任命をしえとだけれども今人権問題担当補佐官は政務じゃなくてもう完全に事務方、まあ、事実上補佐官はなくなっちゃってるっていうことになるとですねまあやっぱりあの今までのこの流れからしてなんか人権というものに対しての、うん、日本政府のねあの軽々しい態度というのが こういうい要因配置にねあの出てきてるなということを指摘せざるを得ないですね、うんうん、そうですよねあの佐々木さんねその林官房長官もだし私はね <laughs> やっぱり岸田総理にだと思うんですよだってそういう人を官房長官蹴むと言いながら私担当大臣しちゃったわけだから、うんうん、そうするとね岸田さんがいろんなことをおっしゃってなんとかとか林さんがまあ一応紙読んでるにしてもこうおっしゃっても にわかにはちょっと信じがたい。伝わらないっすよ、ね。伝わらないですよね。うんうん、おっしゃる通り。全く期待できないですね。できないですよね、うん。誰もしてないと思いますけどね。そうですよ、ね、本当に。相談をすればね。うん、あのその逆に言うと北朝鮮はあの非常に扱いやすいという,ように彼ら彼らの立場の立場ですよ。と、うん、今岸田内閣っていうのはまあちょろまかすというのか。 自分たちの土俵に乗せて取るものだけ取ってやろうかみたいなことは私はねいくらでもそんなことぐらい考えるんじゃないかと、まあ、単なる推測で言いますけどもそんな時にきちっと岸田さんなり林官房長官なりがちゃんと仮にですよ平壌で日朝首脳会談やるかって乗り込んでいって。 ちゃんととやり取り取いうか相手が好すらバチンといやそれは何とかでしょと原理原則に基づいてちゃんとかあの立ち会社を返してくれなきゃ一切何も応じられないという原則を貫けるのかとかいうことかを考えるとさ いやあ、いかにもちょっと頼りないなという。林さんの親分が親分ですからね。親分が親分でしょ。本当ですね。あれ加藤さんと私ね、あの2002年のあの日朝あの首脳会談の時、あのたまたまですけどね、ご一緒だったんですけどね行ってねあの時の安倍さんなんかの気迫なんかはねすごかったですけどね。だからだからそれも言いたいのは安倍さんあの時外副長官でいらっしゃる安倍さんのような立場の方が今いるのかっていういうことですよ。林さんは行くかどうかは知りませんが。 じゃあ科目長官だ誰が行くんだよ、うん、安倍さんの役目は誰がやるんだよっていう思うじゃないですか、うん、そこはねそうするとみんな皆さんもうほらあのご高齢になられててね非常にいつどうなるかわからないっていう状況の中で家族,家族はみんなもうそういう意味でも焦ってますよね、うん、早く一刻も早く片付けていくそのために、ね、日曜首脳会談をて言ってるけどさし、うん、かし下手にこれを手出すともういいようにやられてしまうんじゃないのかという。うん 懸念のもありますよね、うんうん、ここはね、うん、本当に大丈夫かなというねで、外務省がまた怪しいんですよ実は、うん、外務省はとにかく日朝国庫回復をやりたいもんだから、うん、そのためなら他犠牲にしてもいいぐらい言ってるやつがいまだに幹部でいますから日朝合同調査委員会とりあえずあのその手に乗っかってないだけね、はい、まあまだいいですけれどもね、うん まあでも裏ではわかりませんよ。そうです、ね、どんな話をしているかっていうのはね。もう一個林さんの分。え四番をれいちゃんに読んでください。四号か。はい、えー、林官房長官極めて遺憾。韓国側に抗議した元徴用工訴訟で。韓国最高裁が日本企業の賠償命令確定。林芳正官房長官はいわゆる元徴用工訴訟で。 日本企業への賠償命令を確定させた韓国最高裁判決について極めて遺憾だとした韓国側に抗議したことを明らかにした。林長官は21日、 韓国大法院は三菱中古日本製鉄に対する2件の訴訟について損害賠償の支払いと命じる判決を確定させたとした上で判決は日韓請求権協定第2条に明らかに反するもので極めて遺憾だ断じて受け入れられない韓国側に抗議を行ったと述べた長尾先生です抗議した外務省に呼びつけて抗議したのかそれとも点々点。 これ長尾さんおっしゃるとおりに抗議したと言ってけどじゃあ大使をガーミに呼びつけて言ったというのはそう言えばいいのにそう言ってないということはそれは事務的にというかやった可能性だというこういう、うん、あの報道がで出たら翌日自民党の部会とか調査委員会で必ず総状に出るんですけど、うん、私がそこにいたら絶対聞いてますね。下手したらファックスで済ませてるかもしれないし<能>電話で済ませてるかも。 れでもねシャトル外交なんかやってる場合じゃないですよ、えー、もうこれ1個取ったって、えー、十分もう元のように安倍菅路線でね丁寧な無視をね待って例の,あの半導体の、えー、に必要なねあのホワイト国の件だって何にも解決されてないのにねシャトル外交をね始めちゃったわけじゃないですかこういう点本当に心配ですね。えーうん どうですか、佐々木さんもこの件に韓国のやり方は論外なんですけれども、はい、これ、やっぱりあの国民にも怒ってる姿を見せるっていう、まあ、パフォーマンスと言われてもね、はい、やっぱり目に見えるようにやらなきゃいけない、今、長尾さんおっしゃった通り、呼びつけてね、厳しく言う、頭取りなんてわれわれ言いますけれども、はい、そういったところに見せないと、ですね、うん、せめてね、本当に怒ってるのかどうかからないんですね。 歩み寄ってきて、あの昔と違うぞみたいなところで、若干遠慮しすぎているような気がしますね。うんうん、そこはそ、そ、そこなんでね、あのなんでしょう。まあ、切り分けてで,ですね、ちゃんと厳しいし、示した方が。だから、郵政権に、その、譲してやるっていうのは、うん、アメリカが言ってきて、アメリカに言われたから、岸田さんも。まあ、しぶかどうか知らないけど、もう一方的に譲歩したわけでしょ、うん、こちらには、何もないのよ。うん、一方的に、日本側は譲歩しただけ。 その上でこんな判決まあそれは三権分立だろうって、うん、あの国に三権分立があるわけねえじゃない、うん、最高裁判決なんていつだってか変えられるんだから、うん、だったらそんなもの出すなと言,言わないと、うん、そこは遺憾ででやると言っただけじゃ私はそ,それから1965年の条約と協定についてはねもう未来英語こんなもの絶対変え,ら変えないというふうにもう合意して確認してるわけだからさ。 それをさそのあになってこれは別だなんとかだってそんなことを言い出したら全てがそういうことになるじゃないねえ、うん、そうだからもっと激怒ししなきゃいけませんよこれ,これはね僕はね官房長官じゃなくて総理が、ま、あのカメラの前に出てきて怒ってみせないと、うんうん、ふざけんなと怒らないとこういう話は、うん、ねえ総理が今回全然怒ってないでしょ、うん、いや怒ったのあるかもしれないけどカメラの前でっていう映像を見,て見てないですよねここはね、うん 僕らやっぱりね竹島をね不法占拠されてるってこと絶対忘れちゃいけないと思うんですよ。話、ね、まあし脱線しますけど EZ 内でね韓国の漁船がね、はい、あの拿捕されましたよね。あ<の>で結局、船長を、ねうん、釈放しちゃったわけですよ。こんなねあの、いろんな理由つけて長期拘束ですよ、こ、はい、んな、ま、も、うんあの。条約違反のことをね向こうからされてるんだったら、うん、まあちょっと乱暴な言い方になりますけど、うん、目には目を、歯には歯をでね。 EZ で操業してるっていうこと時点でもう想定以上のねやっぱり長期交流させて条件付きで何かやるような材料こっちはやっぱり持たないとダメですよ、ね、あの EZ の中ということもあるけどあれ五島灘ですからねそうです長崎県の一部の中の宇宙みたいなところでしょそ,それをその中で蛇したらそ対話ですよ逮捕してその交流しときゃいいんですよ。なもん 私も今後ど,どうだと思いますよここはね。はいじゃあ次武蔵野市長選に行きます。六番を読んでください。はい、えー。外国人に投票権与える条例制定は凍結へ。武蔵野市の自民系新市長、市を分断したくない。二十四日投開票された東京都武蔵野市の市長選で初当選した自民公明推薦の元市議元都議。 近の康弘氏は当選後争点の一つだった外国人にも投票権を与える住民投票条例の制定について公約通り凍結すると明言した今後について2年前の市を分断するような議論はしたくない論点整理は終わらせたいが市民の意見を入れずまず学者でというままでは同じような分裂分断の議論になりかねないと話した。 まあこれね339票差ということであっても勝ちは勝ちだから、まあ、よくやったとは思いますけどだけど、まあ、言ってみれば元前の,そのななんだっけあの市長は松下玲子はね人気半ばでありながら姿勢を放り,放り投げて自分が衆議院選挙に出るためにそういう選挙だとこれは怒りますよね誰だってふざけんなって。ね、当たり前でですよそれで 勝てると思ってたってうんだったらもう舐めてますよね市民のことをね。まあ339でも何でも勝ったからで全開票率7千何百秒かへ減ってるっていうからやっぱり相当反感が強かったんじゃないですか、ね。無効票も800くらいありました、ね。無効票も800ぐらいあるんですね。うんうん佐々木さんこれどうどうですか。そうですねこれ揉めてた当時まあ私まだあの参議の論説にいたんで、ね、はいはい。まああの言っていいのかなまあ謝絶なんかも。 自分でやったたりももししてましたけど現地にも行って取材もしたりもしてて結局のところんで住民投票条例にこだわるのかっていうか、はい、誰もが疑問に思ってたこと、はい、私は、ね、あの菅直人さんの猛、ね、暑、うん、であるしもういずれ引退するのが目に見えてるんでね、はい、その後釜を狙って国政に打って出る時の手土産にしようとしてるんだと、はい、でそれを言ったら逆にあ,のあちらの人たちからですね、うん、松下さんの支持者からたたか,かれるようなコメント書か,かれちゃったりしたんですけどね。 言った通りじゃないかって話ですよね。のの通りねええー、<う>今声を大にしていたいですね。うんうん、そういう横島なね。あの気持ちでね。あの日本の政治の根幹を変えるようなことをね、やってく、えー、やってはいけないと。私は言いたいですね。しかもね、その松下玲子はね、衆議院選挙は早くあると思ったから。ささやめちゃったけど、夫、うん、と声。解散にならないんだよ、これが。<laughs> ね,ね、で、自分が辞めたことが、結局今回の敗戦につながっているわけだからさ。うん まあ、本当笑い話みたいなもんだよまあ、菅直人の息子の話はちょっと待って。補選で二つ空いちゃったからね。一、ね、個は、だから自、自民、てか保守系の人がダントツ一位だったけど、二つ目が空いちゃってたから。これは、まあ、そういう意味では、もう。うん しょうがないっちゃしょうがないんだけど、うん、でも一番重要な市長選挙を取れたっていうのはでかいよね,そうですねだかで今度衆議院選挙で18個はだから松下を落とさなきゃいけないけ、うん、これは明らかに、うんそ,うね、そうじゃないとあれはフロックだっていう言い訳にされてしまうので、うん、が何何がででもあれは引ききずり下ろさななゃいけないいけととうことですよねそれでもう一個武蔵野市長選絡み78とレイちゃん呼んでください。はい武蔵野市市長長選松下玲子市長の光景 自民系候補に敗れる18年間の歩み止めてしまった東京新聞松下玲子市長の辞職に伴う東京都武蔵野市長選は24日投開票され無所属新人で立憲民衆共産令和新選組社民武蔵野生活者ネットワークが支持する元市議の笹岡優子さんは339票差で敗れた。 2005年の市長選以来通算22年にわたってリベラル系の姿勢が続いてきた武蔵野市開票速報の数字が書き込まれ敗北が確定すると事務所では「えな何で?」とため息が漏れた尾先生です普通、民意を反映した当選者を中心に報道するものだろうがこの新聞は自ら左派勢力の広報青年誌であることを証明していますね。 悔しくてたまらないことがにじみ出ております。これ長谷さんがもうお書きになった<や>通りです,りです、ね、書き方が間違っていますよ。いやね、これは民意で選ばれた新しい市長について書くのが報道なんじゃないですかと思いきや、そうそうもう本当に落選した側のね松下陣営のもう悔しくて悔しくてたまらないことを。 もう広報として代弁をしていらっしゃるんでね、えー、これはね書き直せて書き直させなければ、うんうん、それであと,あとは解説なり何かサイドものでこういうことを書くってことあるけどいわゆる本気だから本気はちゃんと提携のスタイルがあるんだからその通り書かないと。うん これはまあまあ、だから、これはたら、せんじとこ、宣伝し、機関誌ですよと言って,言ってるのと同じですよ。客観的な報道じゃないです。なね。なはい、明らかにそうじゃないですよ。それは間違いだというふうに思いますよ。ここはね。佐々木さん、どうですか、この。これ本気なんですか。本,本気、いや、他ね、私探したんですよ。<laughs> 社,社会面のあの。<え>じゃないんですよね。本気ですよね。これ<え>がね。それで、敗北が確定すると、事務所ではえー、なんでとため息が漏れたなんて。 いやこんな記事書いたことないですね。ですね社会面に出るからね。社会面にならるん、そうそう。ねえ、びっくり原稿書いて、まあ普通雑感とかいう、まあ我々は言うけど雑感とか受け原稿とか、ね、受けとか言い方。まだわかります。ちょっと書くというのはあるけど、本気は淡々と書かないと。うん これはだから肩、うん、がこしいなんでこれを最初くるのみたいな、うん、どうしたって違和感が当然ありますでもこれで思い出したのがあの、まあ、一面トップだったか社会面トップだったかちょっと忘れたんですけど中、はい、曽根内閣が誕生した時の朝日新聞がですね「田中曽根内閣誕生」って書いたんですよね。 <あ>一面で一面か社,社会面トップが<ー>ちょっとはっきりしないんですけどね<ー>一面のような気がするんですけどね、うん、これそれでさすがに問題だろうという、えー、いす一面トップだったんだ、えー、いや分かりませんあのだったかなと思うんですけど社会面かもしれませんけどね、うん、なんかそんなようなことをやってましたね、うん、まあな、まあ、東京新聞なんてだからもうこの程度の新聞だっていうのはもう大体みんな分かってる分か,分かってるからね、うん、まあ部数もどんどん減っちゃってるみたいだからまあこんなもんかなと。